グランドマーキーはフォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。1967年にマーキュリー・モンテレのグランドマーキーパッケージとしてその名が登場し、1975年にはマーキーとマーキー・ブロアムの1バージョンに格上げされた。その後1979年に独立したブランドマーキュリー・マーキーとして発売開始された。 同じパンサープラットフォームを使用するフォードの最上級車種のフォードリミテッドのさらに上級版のマーキュリーバージョンとして位置付けられ、また同時にマーキュリーディビジョンの最高級車種となった。グレードはベースとなるマーキーと上級版のブルーアム、そして1983年にマーキーの名が買いモデルにそのまま移された後にモデルネームとなる最上級のグランドマーキー、そして ステーションワゴンのコロニーパークの K4 グレードが用意された。なお1983年以降はグランドマーキーがベースグレードとなり、その上に最上級グレードとして LS が用意されることとなり、1987年以降はベースグレードとして GS が用意されることとなった。ボディバリエーションは4ドアセダン、5ドアステーションワゴンのコロニーパーク、2ドアクーペの3タイプで、 乗車定員は、車体形状によって異なり、セダンとクーペは6人、ワゴンは8人である。メキシコでは、ディーラーオプションとして、ストレッチリムジンも用意された。当時の他のフルサイズのアメリカ車同様に、アメリカ国内市場及びメキシコ、カナダ市場が優先されたために、左ハンドルモデルのみが用意された。駆動方式は、当時のアメリカの多くのフルサイズ車、 同様 FR のみとされ、エンジンは V8 オフのウィンザー V8 の 5000cc よび 5800cc が用意され、1981年に 4200cc が追加された。なお1982年以降は 5800cc はパトカー専用となった。トランスミッションはコラムシフトの4足 AT のみである。1988年にフェースリフトや、 バンパー形式の変更などを中心としたマイナーチェンジが行われ、同時に販売が低迷していたにドアクーペが廃止された。1990年にエアバッグが標準装備された。モデルライフを通じて年間10万台から15万台を売り上げるヒット作となったこともあり、1回のマイナーチェンジを挟んだのみで12年にわたり生産が続けられたが、1991年に 生産が終了し、翌年に二代目と進化した。なお生産は、ミズーリ州のセントルイス工場とカナダのオンタリオ州のセントトーマス工場、メキシコのエルモシージョ工場で行われ、日本やサウジアラビアなどへも輸出された。1992年に二代目が登場。パンサープラットフォームは初代を踏襲したものの、サスペンションセッティングの変更を行った上に、新たに V8 の モジュールエンジンを搭載し、燃費効率を向上したほか、セーブルやクーガー、トパーズなどの当時の他のマーキュリーディビジョンのモデルと同様に空力を意識したデザインとなった。初代と同じくフォードの最上級車種であるクラウン・ビクトリアのマーキュリーバージョンとして、引き続きマーキュリーディビジョンの最高級車種に位置付けられた。バリエーションは初代の販売台数のほとんどを占めた4。 ドアセダンのみとなり、初代に設定された後ドアステーションワゴンのコロニーパークとにドアクーペは用意されなかった。乗車定員は6人である。グレードはベースとなるグランドマーキーと上級版の LS が用意され、メキシコでは初代に続いてディーラーオプションとしてストレッチリムジンも用意された。エンジンは新たに燃費効率を向上させた V8 オフの4600。 CC が用意された。トランスミッションは、コラムシフトの4速 AT のみ、初代モデルと同じく左ハンドルモデルのみが用意された。1995年にフェンスリフトを中心とした、マイナーチェンジが行われ、ダッシュボードを中心とした内装デザインが更新された。ほか、新たに、電子制御トランスミッションが搭載された。生産は、 カナダのオンタリオ州のセントトーマス工場のみで行われた。1997年に販売終了し3代目へと進化した。1997年にモデルチェンジが行われた。エンジン、駆動系統は先代を踏襲し、外装と内装をマイナーチェンジしたのが主な変更点。内装のデザイン変更が行われたほか、外装ではフロントマスクの変更が行われた。 最大のライバル車種であったシボレーカップリスが1996年に生産中止となり、リンカーンタウンカーやキャデラックフリートウッドのような最高級車種を除くと、同車種と兄弟車のフォードクラウンビクトリアが事実上最後のフルサイズ FR 車となった。2003年にモデルチェンジ。先代と同様、事実上のマイナーチェンジである。内装の一部変更が行われたほか、 外装ではフロントマスクやテールエンドのデザイン変更が行われた。2005年に装備の一部変更及び追加が行われたほか、2007年には内装トリムの変更と装備の追加を行ったパームビーチパッケージが販売された。2011年にカナダ・オンタリオ州のセント・トーマス工場が閉鎖されることが発表された。さらに2010年をもって マーキュリーブランドの廃止が決定したため、2011年1月4日午前7時46分に、レンタカー会社向けのグランドマーキーアルティメイトエディションが、マーキュリーブランドの最終生産者として、セントトーマス工場を後にし、生産を終了した。ありがとうございます。